札幌市電は中央区をぐるりと一周、全長 8.9 キロをおよそ45分でループ運転し、市民の生活の足として、また札幌の風情を楽しめる観光資源としても親しまれています。今日は廃車になった路面電車を地域のシンボルとして復活させる活動をご紹介します。北区札幌サンプラザ前に4月末にお目見えしたのは、去年6月までの60年間運行していた市電の車両です。なぜここに設置したのかというと、北24条は市電にとって重要な場所だったからなんです。まだ地下鉄が開通していなかった昭和30年代、札幌では市電が市民にとって大切な足の一つでした。東は豊平、西は琴仁など、市内の東西南北を結ぶおよそ25キロの路線がありました。そしてここ北24条は車両基地、幌北電車庫があった場所なんです。プロジェクトの発起人、角川さんです。 M101 という非常に有名な電車がですね、60年間活躍して引退してしまうということで、市民あるいはファンの注目を浴びたんですけど、同じ時期にですね、作られて同じ60年間活躍したのに、ひっそりとこう解体されていくという車両があるということで、またそれを聞いて非常に残念だなと。しかし車両を移動させるには1台あたり300万円以上という莫大な費用が必要でした。そこでこのプロジェクトを支えたのが、北24条商店街振興組合理事長の小泉さんです。思い入れのある市電をふるさとへ、クラウドファンディングで輸送費を募り、市電ファンたちの力によって里帰りを実現させました。幌北電車庫の歴史を今に伝えるべく、町のシンボルにしていくそうです。市電がふるさとに帰ってきた、そういう形で、もう50年以上前ですからね、ここで市電車庫があったのがね、ほとんどの分かんない方が結構多いんですよ。歴史を物語るという意味でもね、自然がここにあったことが良かったかなと。ここの場所を利用したいという方が結構たくさんいらっしゃいます。毎月1回第3日曜日という形で野外コンサート、それをやる予定でおりますし、半世紀以上活躍した車両が次は北区の新名所に、自然ファンや地域の交流拠点として親しまれていきます。